日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。いやー参ったな。土曜の夜カスに困ったな。一つよしない。いやー参った。どうしちゃったのよ。よりによってなんで土曜かね。本当に何がよ。土曜また何岡田がなかった。いや岡田よ、マネージャーの、うん、しょうがねえな。だいぶもう収まったと思ってたよ今日のさ、うん、だから今日はそれは絶対そのリトルトゥースに話さなきゃなとはもうずっとね、うん、もう朝から思ってたね。岡田のマネージャー岡田の話。そう、まあ、もう種類ないでしょ。だっていや、まあ、もうその下手こく種類、うん、ほぼもうスタンプラリーだったらもう満タンになってるぐらいになってると思うよ。まあ今日はまあ、激レアさんの種類収録の楽屋でさ、うん、岡田がさ自分のことをその太ってないって言い張んのよ。それはまあずっとも言ってたよ。うん。それは今に始まったことじゃないでしょ。で、こないだね、その健康診断したんだと、俺が。あ、若林さん。うん。まあ、したらなんか、まあ、腹の腹囲っていうの。ああ、メタボリックのね。そう。何センチ以上がメタボリックだ。85センチ。はあ、年齢的に言ったら。85センチ以上がメタボリックだっつって。はい。で、じゃあ。85以上岡ちゃんないのねっつったら、うん、な多分ないっすね絶対ないのね。俺がね84ぐらいギリギリだったのよ。あ、若林さんもそうだったらマネージャー岡田はあるでしょ。で春日さんから見て、うん、岡田はどう、太ってる。太ってるよ。そうでしょ、うん、で俺もだから太ってるのを認めない意味が分かんなくて岡ちゃん、うん、でちょっとでもそれ健康的に痩せた方がいいんじゃないみたいな話したら、いや太ってないっすっていう。うん、太って、まあ、太ってはいいけど、微妙、その、まあ、太ってるな。いや、人によったらさ、太ってるっていうのはさ、基準がいろいろあるじゃん。そうでしょ？なんか細かくさえ分かれてる、ぽっちゃりと太ってるってまた違いがあったりさ、そうそう、人によったらね。まあでも、大きく言っても、まあ、うん、まあ、小さく言ってもだけど、まあ、太ってるわな。で、スタイリストさんいたから、うん、メジャーが思ってるわけよ。はいはいはい、だから、いや、僕今測って85センチ以上あったら、いい、うん、っつって。まあ、そう、もう数字でね、出しちゃった方がいいわ、いや、85以上はないと思いますよ、ね。なんかもう、感覚でね、言うよりも、数字出した方がいい。マジでびっくりしたんだけど、いや、うん、初めて CM 以外でそんな人見た。何、志賀さんが、メジャーを、岡田の背中からこうやって巻いた時に、はいはい、ゆっくり腹をへこました。こうマッチ、いや、そのギャグでよく芸人が、あ、どうぞ測ってください、いや、へこましてるみたいな、はい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 、そういうボケじゃなくて、みんなに気づかれないように、もうでも太ってるからシャツがパツパツだから明らかにシャツにたるみが出たの、ゆっくり。なるほどね。 で、102だったの、それで。え、腹へこました上での3桁言ってた、うん、102だったの。ああ、もう、じゃあもう別に。そうでしょ？へこませようが、うん、そのまま測ろうがの話じゃん、うん、それで、うん、で、俺がなんかその、うん、今へこましてるよねっつったら、はいはい、へこましてないですけどねっつって言う。でも声がさ、うん、腹をへこました人の声になってて、うん、それで俺はさ、ちょっと力抜いてっつって、はいはいはい、今力抜いてっつって言ったら、うんうんうん、もう一回測ったら、うんうん、107だった。いやいや、へこましたじゃん。まあ別にもへこまし102だから言っちゃいいけどね。107なんですよ、ウエストが。で、うん、太ってないって聞いたら、いや太ってないっすけどねって言う、うん、で107センチって太ってないのって聞いたら、うん、身長がその分あるんでっていうのよ。うん、ないけどね。ないし、うん、別にその身長関係ないと思うよ、その腹の周りは。うん、身長高い人も低い人も多分腹周りそれだけあったら、ふと、ね、メタボリックってことでしょ。そうそう。で、俺は、体重じゃないんだ。身長いくつって聞いたら、うん、まあ、166だと。いや、低めじゃない。平均よりも随分低めじゃない。166センチで、ウエストが107で太ってないっていうのよ。太ってるけどね。太ってる、それ何なんだろうね。いや、認めたらもう、なんか、太ってるってことになっちゃうからなのかな。マジで腹へこましたんだよ。これ、俺を笑わそうとかじゃなくて。うんうん、で、リアルでしょ？バレないと思ってんでしょ？で、あと、うん、前も春日さんに話したよね、このラジオで。うん、
俺と春日の行動パターンとか、うん、あとまあ俺と春日っていうか、まあ、芸能人のよく行く場所とか知ってるから、うん、あのマネージャーになったら、うん、あの岡田がね週刊誌とかスポーツ新聞の記者になったら、うん、俺と春日の写真撮りに来るかっつって、うん、言ったらなんか、うん、ガンガン撮りますって言うのよあいつ、もしあいつが記者になったら、うん、はいはいはい、で大輔がなんかその同じ楽屋にいた時に、うん、お前その記者になって若さんかカスさんの写真なんか撮ったら許さねえからなっつって言ったら、うん、じゃあ、うん、なんかそれも含めてもうその訴訟に持っていくと、うん、あおかこうマッチだからね、はいはいはい、で俺はなんか怖いのよ、それでで俺は4がもう 4,5 回かぶせてんのちょっと期間明けて、お母ちゃん、うんうん、記者になったら俺たちの写真撮んなよなっつって、いや、はいはい、撮りますで、俺ほんともう、しょんべんちびるほどとなるからな、お前が柱の影とかにいたら、つって言ったら、うんうんうん、それも全部録音して、うんうん、メディアに流すと。はいはいはい。で、ちょっと電話だな、これな。今日ちょっとか、一回もう一回聞いてみていい？その気持ち変わんないかどうか。まあ、そうだね、うん。うん。ちょっと太ってるっていうのだけ確認した方がいいよね。太ってるって、と思うけどね。で、本人も自覚してると思うんだけどな。健康のためにさ。だって、そのなんか、ダイエットサプリみたいなの飲んでたもんな。え飲んでたじゃん、なんか。え岡ちゃん、そうよ。そう、もう気にしてるやつじゃないか飲まないじゃん、なんかその。それ聞いてみよう。なんか飲んで。新しい情報だよ。あれ、若林さん見たことない？ない。ダイエットってその体、まあ、直接痩せるわけじゃないかもしれないけど。うんうん、ないない。体気にしてなんか飲んでたよ。なんで神妙なんだよ。岡ちゃん、うん、はい。聞いてた今もしかして。はい。ラジコで聞いてました。なんでいつも言うのラジコで。媒体は何でもいいよ、別に。聞いてただけでいいだろ、別に。ごめん。ちょっと今日の楽屋のさ、話の続きなんだけど、はい、岡ちゃんって太ってる？いや、太ってはいないと思いますけど。な、そう。太ってはいないっていうね。じゃあさ、そのあるじゃん、なんか体型のさ、はい。なんかその分類で痩せ型とか肥満型とかさ。はい。そこで言ったらどこに属してると思うわけ？ギリギリ肥満なんですよ。え？肥満ってことは太ってるでいいんだよね？いや、太ってはいない。いや、肥満に入ったら。いや、肥満からは入ってるでしょ？肥満のところに。ギリギリ、うん、標準だったらまだわかるのよ。はい。肥満って入ってんじゃん、うん、そしたら。ギリギリですね。はい。え、ギリギリ肥満ってことはギリギリ太ってるってことではない？さ、また違う、ね。どう違うのよ、肥満っていう言葉と太ってるっていう言葉ってどう違うのかな？は、なんか、なんか違いますね。いや、そう、なんか聞きたいの。チャレンジしようと思ってやめてる。で、今日、はい、メジャーでみんなでなんか楽屋で測って盛り上がってたじゃん、ウエスト。はい。あの時、はい、お腹へっこましたよね。いや、自分の中ではあまりへっこました意識はなかったんですけども。あ、そう？はい、はい。でも102センチから107センチになったじゃない？はい、なりました。それは別に、お腹へこましてたわけじゃない。少しへこませました。ちょっと待って、どういうことなのお母ちゃん。なんだろう、なんだろう。へこましてはいないって言ったんだよ、今。へこましてその前に。いや、へこましてないかもしれないですね。どっちなの？どっちなの？102から107になったのはどうなの？はい。なんかもしかしたら、スタイリストさんが測る位置を変えたのかもしれない。そうだ、何ですか？一番さ、兄貴が悪いってこと？一番さ、うん、太い部分あるじゃん。で、多分そこで測るよね、ウエストって。まあ、その頂点で測るだろうね。結構福田さん年上じゃん、お母ちゃんの。うん、なんか結構強い口調で、うん、いや、もっと下ですよ、ウエストって。ってああ、指示、マネージャーお母ちゃん。もう本当になんか、股間のあたりまで下げさせて、で、福田さんこんなとこで測んないっつって。それはもう腰じゃん。ケツ周りになる。岡ちゃん、今、春日から聞いたんだけど、はい。なんか、ダイエットの、なんか、何なんか飲んでんの？ダイエット食材っていうの、春日が。サプリメント。サプリメント。あれです、痛風にならないやつを一応ちょっと飲んでますね。あ、ダイエットとは違うんだ。またそれはちょっと違いますね。はい。ほう。それ気をつけないと、結構あれもあるんじゃないの？ラーメンとか。いや、
関係ないと思うんですけど、はい。え、ラーメンって週に何回ぐらい食べるんだっけ？週に、まあ、平均ならすと7杯ぐらい。いや、毎日食ってる。行くときは、行くときは何杯ぐらい？何杯ぐらい？行くときは多分、11は行く。11?1 週間で？はい。お母ちゃん。いや、あ、じゃあ乗ってる日は、乗ってる週はね。乗ってる週は、はい、うん、そうです。お母ちゃん、あのさ、はい、あの、別件なんだけどさ、あの、まあ、いつも、まあ、もしも、イフの、もしもの話でするじゃない。あの、週刊誌の記者になったら、オードリーのこと、写真撮るってさ、はい。はい、あれ、あ、冗談だよね、あれね。いや、一応、あの、本当ですね。マジで、仕事だから、その、市場は挟まないみたいな。はい、一応仕事なので。はい、本当は撮るのやっぱ辛い、やっぱり。いや、でももう仕事なので、はい、そしたら、お互い信頼して仕事できないじゃない、お母ちゃん。笑ってるよ。大丈夫。いや、だから今日さ、この件をどうしてもさ、リトルトゥースに伝えなきゃと思って。そうなんですね。そうでしょ、これは。話した方が、今週絶対話した方がいい話だよね、これ。いや、全く話さなくていい話でしたね。あ、そう、他に話した方がいい話ある？いや、ないです。あ、ない、ないよね。はい、うん、そういえば、はい、ない。大丈夫だけどさ。はい、すいません、はい。ん？どうしたの今。すいません。大丈夫。ないです。うん。じゃあ、結論、太ってるってことでいいのかな？いや、あの、太ってはいないですね。なんだすごいでしょ。わかんないんだよ。いや、もう、恐ろしいよ。いや、恐ろしいね。なんか、出入りするじゃん。出入り。その、太ってないだったらさ、太ってないだけで突っ走らないじゃん。そうそうそう。ちょっと肥満ですね、とか、こっち入ってくる。じゃあ、捕まえとしたらまたさ、いや、太ってないですけどねって。だったら太ってないところにずっといろよって思うわけですよ。まあ入社してからまあ10キロ太ったらしいんだけど。太ってんじゃねえか。でもジム行ってるからね。いやいやいや、何の効果も。7キロ太ったんだっけな。うん。ジム行ってからは。でも、行ってなかったら10キロは太ってるから、3キロダイエットしたことになるって言ってたから。でもなぁ、週11ラーメン食べてたらなぁ、うん。逆にでもちょっと、カスガさん、その、うん、ダイエットサプリじゃなくて、うん、痛風のサプリだったのは、ちょっと、カスガさんのボンミスってことで、いいよね、これは。ボンミス、まあ、それも、本当なのかどうか。これちょっと、これ、げんこつっすね。いや、やっぱり、あそこ、まあ、もう、学会さんも痛風のサプリだった時、もう、プランがもう、ゼロ、ま、頭真っ白になったもん。そんなにそこに、重きを置いてたの。カスちゃん頼むよ、そこは間違いないで。いやもうまあ、確かにね、うん。私もはっきりと思い込みがあったかもしれない。つー、うん、で、あとまあ、岡ちゃんも、うん、あの、同罪カスガと、うん。あの、今日の流れだったらもうダイエットサプリで通してほしかった。演者なんだから。もうもはやね。うん。うーん。これ、カスガさん、げんこつですね、これは。まあ、確かにな。これはすいません、これすいません。いやいや。いや、もっとさ、ドスンと来てほしいわけよ。あ、そう。うん。そう、コラだけでさ。ダメよ。コラだけのげんこつはもう何もできないから、こっちも、ね。こんな話をしてる場合じゃないんだよ。うん、あ、そうですか？今日は絶対話さなきゃいけないニュースがあって。うん。うん、あ、また。うん。別件ね。別件ね。うん。いやー。もつ煮込み丼ね。もつ煮込み丼？うん。おい、もつ煮込み丼。リトルトゥースも話してくれんだろうなと思って聞いてると思うから、もつ煮込み丼。何、もつ煮込み丼って。ヘイタクちゃんの。ああ、もつ煮込み丼だっけ、あれ。もつ煮込み丼か。丼？もつ煮込み。もつ煮込みでしょ。あ、もつ煮込みか。はいはいはい。あ、ちょっとすみません。今のはちょっとげんこつ、今ちょっとげんこつでしょ。うん。うん。それはやっぱり。ボンミスだったね。うん。ある意味やっぱりちょっとね、はいはい、報道も兼ねてるわけだ、この番組。間違った情報。そうね、間違った情報はそれ伝えられない。これはげんこつだね、これは。うん、自分でね。げんこつです。うん、自分でね。いや、強いな。自分に厳しいな。自分に厳しく、人に優しく。最高じゃねえか。最高の人間じゃないか。
いやだからそのヘタクちゃんに関しては、うん、まあなんつんだろうな、うん、ちょっとこうまだ触れない方がいいかなとは思ってるよ。あ、そう、うん、だってもう結構経っても1ヶ月が経ってんじゃないの。そう、もうまあいいってことはないけどさ、そろそろいいぐらい、うん、やっぱダメだぞぐらいやっぱ言わないとね。うん、うん、それは坊主にしたみたいね。だからやっぱすごい反省して。あ、そう、うん、それはあ、まあ、ね、そっか、そうだよね、すごいもう、反省しちゃって、坊主にしたと。まあまあまあ、その、うん、それぐらいしなきゃダメだろうね。そうそうそ う, そう、確かにね。いや、そうね、ああ、それよ、よくないこと、ルール違反した。いやー、参ったね、本当にね。うん、それダメですよ、そういうのはね。じゃあちょっとテイクで行きましょうか、じゃあ。うん、あ、もう、まだ、まだ15分、16分ぐらいよ。いや、でもいつも大体、オードリーは16、うん、15分ぐらいでしょ、フリートーク。で、曲、一曲行ってから、パワープッシュの曲行ってから、うん、トークじゃない、二人の。いやいや。うん、多分一回もなかったんじゃないかな。あ、そう。こう、469回ですか、うん。やってますけど、そんな。15分とかは。15分とかは。やっぱ30分、うん、下手したら45分ぐらい、まあ、しかし、でもそうだね。行っちゃってますから。大事なお知らせがあるんで、ちょっとさせてもらいます。うん。うん、いよいよって感じかな。来年3月2日の、オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー、in 日本武道館。うん、番組二次先行予約を、ね、現在受付中でございます。先ほど1時からスタートしまして、あ、そうですか、受付期間は11月11日日曜23時59分まででございます。うん、で一応詳しく説明しておきますと、うん、まあ、3月2日土曜日15時半会場、16時半開演を武道館で予定してます。はい、でチケットが全席指定の7200円、うん、ちょっと割高ですけど高いね、うん、うん、でもその分のものは見せると、うん、お、うん、まあそうね、はい、7200円分見せましょう、うん、きっちりね、きっちりね、うん、7200円を見せる。オーバーしない、オーバーしない、もう下回りもしない、7200円ぴったり。オーバーしそうになったらね、終わるから、ね、抑えてね、抑えて、こっちが赤になっちゃうからね。オーバーぴったり7200円。そういえば、うん、先週の終わりを怖かったね、カスがね。何がね、先週番組終わって、うん、カスガがなんか、うん、アディオスだっけ、毎週言ってんの、似合わせていただいてますよ。なんなんだ、うん、なんつってんだっけ、チャオ。いや、アディオ、アディオ、アディオって言ってんの、アディオスね、アディオス、うん、でその後にまあ、うん、奥田さんとヒロシとまあ俺とカスガで、うん、まあブースでヒロシのコーナーやろうって話になったんだよね、番組終わった後。なあ、なんかなったね。そしたらなんかカスガ結構マジでキレてて、いや、やらんよ、やらんよって言いながら、うん、やらんよ、4回ぐらい言いながら帰ってったよね。やらんよ、うん、やらんよ、やらんよ、そやらんよ、うん、やらんよって言って帰ってたから、うん、それ切れちゃないけどね、別に切れてたよね。でもこっち怖くてやめようっていう、うん、なんかアイコンタクトでなった。いや、切れちゃないけど、別にそんな、別に放送も終わってるのに、うん、何のためにやるのよっていう話、やらんよっていう。でも何のためかって言われると、うん、春日は何のためにいつもヒロシのコーナーやってるの。何のため、うん、いや、その番組のコーナーだから、うん、はいはいはい、もうやってますよ、そらね。だからその俺たちはなんつうの、うん、その放送中本番だから、結束を高める意味でやっぱ番組後にヒロシのコーナーやりたかったのよ、うん、いやいやいや、なんか そういうのもそんな付き合いじゃないじゃん、別に今結束を高めるってさ。でヒロシのコーナーやったからって結束高まんねえし。こんなもんただ早く帰りたい。いや、寂しいね、 CM 中も喋ってくれないしさ。それは別にそうね、喋らないよ、こっち本番喋るからいいじゃない。まあまあ、そうか、うん、切れちゃないけどね。なんなの、その切れちゃ、あんまり振らないでよ。いや、何がよ、あんまり切れちゃない。いやいや、切れたみたいな言うから。あ、そうか、怒って帰ったみたいな感じ。そんなことだね。ちょっと、いやいや、タクシーもなんかすごく怖かったよね、閉めるとき。てめえで閉めないじゃん、タクシー。だから普通タクシーは自分で閉めないのに、自分でバーンと閉めたから、ちょっと怖かったのよ。そんだとしたらさ、切れちゃってるわ。あ、そう、そう、そうにしてたんだな。で、今回の申し込みは抽選になりますと、この武道館の。はい。抽選結果の発表日時など詳しくはお申し込みの際に表示されます。うん。
今回入場時に顔写真入りの身分証確認を行いますよ。はい。びっちりありますからね。うん。身分証確認の詳しい情報は、10周年全国ツアーのイベントホームページ見てくださいと。うん。で、10周年全国ツアーのイベントホームページ、番組ツイッターにチケットピアの専用 URL を掲載しているので、うん、そこからアクセスして申し込んでください。うん、まあ、手前味噌ですけど、一次選考はものすごい応募があって。はいはいはい。みたいですね。はい。うん、まあ、ちょっと二次選考はもう、うん、なかなかのあれになると思いますけど、よろしくお願いします。まあ、ありがたいですね。はい。うん、ぜひとも。いや、しかし、11月に入るともう、ちょっと肌寒いね。本題に入るけどさ。まあ、まあ、寒いやな。まあ、寒いわ。寒いね。朝晩なんかもう、うつみそはもう。いや、寒いですよ。寒いね。寒いっすね。じゃあ、ちょっとテイクで行きましょうか。いやいやいや。まだ、まだいいじゃない。あ、まだいい。まだ20分ちょっとなんだからさ。あ、そう？うん。そんな別に、急いでもさ。はいはいはい。うん、2時間しっかりお送りするってことなんだからさ。なるほど、なるほど。早く帰れるわけじゃないしね。はいはい、はい。うん。そんなに、すぐね、行くことでもないですよ。うん。うん。いやー。うん。まあ、大変よね。大変。うん。うん。うん、まあまあ、そろそろあれですか？うん。年末というか、まだか。まだ早いか。まあね。うん。まあ2ヶ月ぐらいになってくると結構いろいろ。ちょこちょこ。ありますよね。特番が入ってくるっていうかね。準備とかね。うん。ありがたいことですけどね。うん、まあまあそうね、うん。なんか忙しくしてたいしな。まあ、ありがたい話だよね。特に、うん。うん。お仕事ある方が。いや、ありがたいもんね。うん。若林さんなんかのライブがあったわけだからね。あ、それはトークゾーンで喋るんで。うん、ちょっとやめていただきますか、その、あ、そうですか。リテラシーないね、うん、お前。いや、全然おっしゃらない。そういうリテラシーとかない人が、うんうん、フェイクニュースとか信じるんじゃないか。ねえ。あ、そう、いや、私はそんな、別にあんま信じない、ね。フェイクニュースをさ、うん、じゃあ、テイクでいきますか。いや、ちょ、早いな。いやいや。まだいいじゃない。まださっきから1分ぐらい、1分ぐらい経ってない、そんなもの。何をそんなに急ごう、急ごう、なんかやりたいことがあるわけ？あ、今日？うん。今日はあるね。あ、そうそう、トークゾーンが長いとか、そういうこと？いや、この机の上に車走らして、うん、その一番この、机のヘリまで近い人が。いや、いいのよ、もう連動企画は。え？そう、やってない今。あ、そういえば、トロ級の。武道館といえばさ、うんうん、岡村さんがなんか、うん、頼みたいことがあるっておっしゃってたよ。うん、え？うん。なんか、うん、岡村さんの横浜アリーナで、イベントしたじゃない、この間。ああ、はいはいはい、はいうん。あれね、ポスターってある。あれ、もう12,500?、うん、満員で。で、ね、このポスターが、なんか、うん、めちゃめちゃ売れ残ってるらしいのよ。あ、これ販売してんの？そう、これ、めちゃめちゃではない？あ、めちゃめちゃ余ってて、で、うん岡村さんが武道館のライブで俺たちのこれも販売してくれないかっていう。関係ないじゃない。関係ないっつうまあ、ねうん、岡村ナイトフィーバーじゃないもんだって。それはだって。おいや、先輩にこういうのもあれだけど、このポスター、面白い顔してますね、岡村さん。面白い顔。ああいう顔して、なんか、怒って、怒り芸やってる時あるよな。まあ、ミーポスターだけどね。なんか、売れ残ったらしくて、で、トミーも頭抱えててさ。だって3月だしさ、随分先だし、買う人もいないでしょ。グッズの中で一番安かったんだっけ ?600 円で。それ結構あんまり買ってく人いないみたいで。いやー、まあ、しかしなんか珍しくオープニングで話すことないね。うんあ、そうなの？うん、なんかニュースでも、うん、なんか読みますか？ニュースを読む？だちょっと俺、うん、今日もうなくて、そのライブの話はトークゾーンでしようと思ってるからさ。うん、はい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 。こんなことしないけどね。うん、ないですか？何か。うん、ニュース、うん？ニュースというか、まあね、話すことというか。うん。うん、ありそうだなって今日の朝思ったけどね、私は。あうん、若林さん話すこと今日あるだろうなと思ったけどね。
その前、岡田のことでしょ。まあ、だから岡田、マネージャー岡田のことはまあね。ちょっと相変わらずっていうところでさ。はいはい、はい。まあ終わっちゃったけどね。これかな、やっぱり。ああ。喋んなきゃいけないニュース。何デヴィ夫人、うん、古市氏のテレビ直接謝罪も、うん、これで人気が出たら尺、うん、全部読むね。いや、社会学者の古市氏33が、うん、3日放送のカンテレ、うん、胸いっぱいサミット土曜正午で、うん、主催パーティーへの発言をめぐって、うん、一触即発状態にあるタレント、うん、デヴィ夫人カッコ78に直接謝罪した。カッコ78に直接謝罪したのよ、うん、デヴィ夫人ね、うん、古市氏は、うん、コメンテーターを務めるテレビ番組で、うん、デヴィ夫人主催のチャリティーパーティーについて、うん、日本ボクシング連盟前会長の山根氏や、あ、これあんま読まない方がいいのが並ぶな。これについてちょっと、お前どう思う？どうでもいいよ。いや、こういっちゃ、まあ、本人たちは大変かもしれないけど、うちらにとっちゃね、うちらにとっちゃ別にそれは謝罪したんだす。どうでもいいわ、そこは。あ、そう。うん。そこは、そのニュースはどうでもいい、どうでもいいというか、もうよくわからないしね。口を挟むようなことでもないわ、我々が。これだわ。今日絶対喋んない。スポーツ新聞の記事、うん。それを頼む、それをな。アリアナ・グランデが。うん。破局ネタで笑いを取る、うんうん、元婚約者にイライラ、うんうん、どうでもいいよそれも。今年6月に電撃婚約したものの、うん、先月スピード破局した、うん、アメリカ人気歌手、うん、アリアナ・グランデ、うん、25は、うん、元婚約者の、うん、アメリカコメディアン、うん、ピート・デイビッドソン、うん、24が、うん、2人の別れ話を自虐ネタにして、うん、バラエティ番組で笑いを取っていることにイライラ、うんうん、未練たっぷりなんだとツイートして、うん、不快感をあらわにした、うん、ピートは先週どうでもいいよだからそのガイタレの破局の話じゃどうでもいいよ、うん、違うのよ、うんうん、破局違いなんだよだからな、聞きたいの破局違いなのよ、そう、ガイタレはどうでもいいのよ。わ、まあ、からんし、どうそういう話だし。わかんないよね、そういうニュースって。何がわかんないのよ。その単に、うん、真実なのかどうかって。フェイクニュースとか、やっぱその、我々自体も、うん、リテラシー上げていかなきゃいけないよね。って時代に入ってるよね、もう。まあまあ、自分でちゃんと調べないとね。ね自分で見極めないと。うん、情報をそのまま丸のにするのは良くないのかもしれないな。まあ、うん、そうですね。それはね。うん。それはなんかね。まあ、だからこそみたいなところがあるんだよ。若い、こう、聞いてる若いリスナーに、ね、おじさんからのなんかちょっとめんどくさいね、うん、あれ、アドバイスですけど。うん、皆さん、うん、気をつけましょう。日霊プレゼント。いやいや、いけないのよ。うん。それ、それ気をつけろって言ってんだったら、うん、言ってるんだったらって話なのよ。まあでも俺は、うん、出てるニュース全て正しいとは思ってないで見てるよ、ネットニュースとかはっきり言って、うんうん、まあ正しいのもあるだろう、まあ正しいのもあるけどね、うん、ただあの、うん、今日の俺のニュース、うんうんうん、事実だねあれあれはあれは事実です。あ、いやよかった、いや、日本のメディアは大したもんだな。うん、ただまあ、土曜はね、ちょっとどうなんだろうなって思いますけどね。うん。うん、岡田も含めてよ。まあね。うん、ただ、うん、まあ、例の、その、破局報道の件に関して、喋る場所としてね、うん、オールナイトはちょっとふさわしくないかなと思ってるよ、ね。いや、他にないだろ、だって、ここぐらいしか。いや、こんな、ほ、いや、希望があるわけ。すべての仕事一生懸命やってるつもりだけど、うん、まあ、自分の中で、うん、まあ、正直、プライオリティはあるよ。まあまあ、優先順位はね。うん。うん。それはでも、今日のことだからさ。ね、オールナイト日本はその俺のプライオリティで言うと、うん、一番下ですから、ね。おい、待ってくれよ。
まあ一番にしてくれとは言わないよ。それ別に日本放送から人間じゃないからさ、私だって。いや、加藤さん、さすがに一番上にした方がいいと思いますよ。いや、いいと思う。一番長くやってるレギュラーで。いや、思うけど、うん、その、一番にしてくれよって私が、私はさ、それ日本で、俺らしちゃうのがいいんだったらわかるけど、ね。足向けて寝れないんだから、まあ、日本放送武道館でもやらしてもらうし。うん、一番にした方がいいんじゃないかとは思うけど。とは思うけど。一番にしてくれよって。強要はしないもんね、春日は人に。強要できない日本放送の人間じゃないからね。まあ正直、うん、一番ではないのよ、オールナイトが俺は。でも、最下位ってわけでもないでしょ、最下位でもないけど、あと、なんだろう。なんか、自分の話を、うん、なんつうんだろうな、じっくり、ちゃんと正確に伝えれる番組、うん、仕事の方がいいわ、この件話すなら。いや、ここでしょうよ。いやー、他やん、いやいやいや、セブンルールだね。この件話すんだってもセブンルール一択。それ以外ないです。まあ、セブンルール君のことを、悪く言うつもりもないけどね。当たり前だよ、お前。うん、俺のレギュラー悪く言うんじゃねえよ。ぶっ放すぞ、お前。何をだよ。え？うん。それぶっ放された話を聞きたいわけだ、こっちはな。ぶっ放すなよ、だから。それ、うん、放置のぶっ放し？ぶっ放しについて、来て何を、なんかごちゃごちゃ、デヴィ夫人がとかさ、アリア、そう、いいのアリアナ・グランデ。どうでもいいんだよ。破局。いや、知らんよ。ネタにする。うん。俺も気をつけなきゃいけないね、そう、そうなってくると。ピートらないようにしないと。ピートで合ってる？うん。ピートで合ってる？ミネアンじゃないかしらって言われたりしたらね。うん、そうそうそう。恥ずかしいよ、そら。うん。ピートね。うん。いやいや、そう、だからね。いや、ここでしょうよ。でもね、うん、話すなら。報道っていうかニュース出てから。うん。うん、山里亮太の、あの、LINE が早かったね。あの人、だって今日スッキリないでしょ？あれ、スッキリのほら、天の声やってんじゃん、あの人。この土曜日はスッキリの天の声ないもんね、あの人。朝起きたらもうかなりの早朝に。うん、やってるかも。あいつからもう一行だけ来てたわ、LINE が。なんて来てたのよ。お帰りなさいって書いてある。あいつは何なの、その、なんか、足りない山の、なんか、もう吹雪の、足りない山の中腹の山小屋の主とかなのかな、その、お帰りなさい。うん、だから初めて行ったのにお帰りなさいっていう主。うん、うん。で、出るときは行ってらっしゃいね。帰るとき。いや、あいつはね、行ってらっしゃいは言わなかった、ね。言わないか。うん。で、あいつ、なんか、なんか、一緒のなんか、こっち側みたいな言い方するからさ。うん、なんか嫌なんだよ。まあでも山里さんにとったらやっぱそうなんじゃない？なるほどね。うん。行っちゃったなって思って帰ってきたっていうことだからさ。まあでもまあ申し訳ない気持ちがあるかな。申し訳ない。いろんな先輩とかさ、あと結構街で買い物してたりするときもなんか、うん、いろんな人によかったわねとか言ってくれる先輩たちがよかったね、岡林くんねって言ってくれるの、それが本当申し訳ないね。あとまあ、春日にも。本当に申し訳ない。なんかお前が、いや、すごい祝福してくれて嬉しかったからさ。うん、なんか、まあ、期待に添えなくて、ごめんな、春日な、本当に。いや、別に謝らなくても別に大丈夫よ。うん、うん、別にそんな別に、別に祝福は別にしてないからね。うん、そんなにね。そう、お前、やめた方がいいぞ、お前、それ。何やよ。なあ、もう、なんか、あの、ネットの記者とかいっぱい聞いてんだから。いや別に、そう言うほどよ。祝福ってか。言うほど聞いてないかもっていう、ね。聞いてないじゃん。何、そうね、一人二人かもしれない。いや、祝福って言うからさ。はいはいはい。まあよかったなと思うけど、そんなね。おめでとうってことでも別にないから。まあね。申し訳ないと思わなくても別にいいですよっていうことだね。まあまあこんなこと言うと、まあうるせえよ。気持ち悪いなお前って言われるかもしれないけど。うん、いい恋させてもらったね。うるせえな。気持ち悪いな、おめえ。やっぱ言われるか。言われ、40のおじさんがよ。40のおじさんだからこそっていうのあるよな。何が。ないよ、うん。ただただ気持ち悪いだけよ。うん。裏を返せばいい。ストレートに気持ち悪いだけだ。それはね。まあ、まあ、合ってますね、9月っていうのもね。それは、それなんなのそれ、なんでそれはわかるわけ何がその、うん、さあ、はい、そういうふうになった記事って。
これはね、なんだろう、いや、もう出た時もそうだけどさ、元日のね、うん、報道もそうだけどね、うん、こればっかりはね、うん、だから、わかんない。話してる人がもうほんと、二人ぐらいだから、俺は。なるへそ。うん。すごいんだね、だからね。その、絶対バレるだろうな。あ、で、めっちゃ合ってるし、それで。でもさ、うん、そういうね、その、倍になったなんてことはわからないわけじゃない。旗から見てたら。旗から見る限りじゃん。これはなんでも、まあ、ラグがやっぱあるね。うん。うん、元日の時もそうだったけど、ちょっとラグがあっての。まあ、だから、逆にだからリアルだよね。それは。まあ、怪しい、なんか怪しいなと思うやつはいるよね。周りで？うん。だ、まあ、それだいぶ聞いた、誰とかよ。いや、まあ、お前、お前にだけは結構電話して言うじゃん。いやいやいや。学生時代じゃないんだからさ。学生時代もなかったわ。実は好きな子がいるんだよから、うん、お前まで喋ったもんな。お前ち泊まり行った時だよ。お前が聞いてきたんだよな。最近、ね、好きな子とかいんのって。お前はみたいな。じゃあ、同時に言おうよ、みたいな。で、お前はなんかクミさんって言ってた。いや、そんなもうさ、おじさんがやるわけないですよ、気持ち悪い。そいつらやばいよ、もう。うん、いや、でも、うるせえよ、気持ち悪いなって言われるかもしんないけど、いい恋させてもらって。うるせえよ、気持ち悪いな。なんで被せるんだよ。何がいい恋だ。まあ、よかったんだろうけど。もう、私の度量の狭さですよ、本当にね。あ、そう。はい。あ、なんか多忙でみたいな、うん、ああいうのもあって、まあまあ起きたそんな感じなわけ。だからまあそんなのさ、理由つったらあれだけど、うん、まあその一番のまあ根っこにあるのはまあそうっすね、うん、まあ大きく言ったらみたいな、まあ、すごいまあいろんな話してね、二人でね、なるへそ。まあでもあれだよね、いい恋させてもらう、うるせえな、だから二度と言うなそれ。それでまあ俺このラジオでさ、うん、まあ、いろんなこと笑いに変えてきましたよ。まあ、あんま自分で言うことじゃないけど、なんかその業界聴取率ももうめちゃくちゃ高い番組で、まあ、うん、テレビのスタッフさんなんかにも言われるけど、うん、まあ、まあまあね、親父が隠れたことなんかもね、うん、なんかこうまあ笑いにしたっていうか春日が一方的に笑ってるみたいな。とこあるし、うん、でもなんかいろんなことをこう笑いにできるのかってことをね、笑いに変えてきた自負はやっぱあるよね。うん、まあまあまあ、はいはいはい、まあ持っていいでしょう。なんせそう、春日自体をやっぱ笑いに変えてるっていうのはもうこれは親父が隠れたこと以上に難しいことだからね、笑いに変えるのは。ほんななんか、うん、そ、難しくないだろ、そんな。え？で、まあ、先方にも言われてましたよ、今回の件、うん、笑いにガンガンしていいからね、と。な、うん、ら。でも、うん、まあ、今日のこの感じだと、うん、なんか、あんまりできてないっていう。ただただ悔しいね。そのことが。クソーって思うよ。うん。うん。まだ変えられないのかと。そうそうそう。うん。まあまあまあ、ただまあいろんな話、ね、まあ聞いてもらって、うんうん、まあなんか、なんつうの、なんか人間にしてくれたよね、俺をね。うん。だから一つ言えんのは、うん、いい恋させてもらった。うるせえな、気持ち悪いな。二度と言うなと言ったでしょうが。それで、この何、何、うん、オールナイトのスタッフにあんま受けてないっていうね、これで。笑えばかたれ。まあね、それはまあありますけどもね。うん。ね、いやさ、それはそうとさ、うん、まあ、その、クミさんとはどうなってんのよ、それで。いや、私の話は別にいいじゃない、うん。もう狙ってるっていうね。うん。で、なんかまあ余談なんだけど、うん、何ヶ月おきぐらいかな、うん、3ヶ月おきぐらいかな、流れ星の滝上くんが、一行、いつも LINE してくんだけど、うん、まだ付き合ってんのって、いつも、一行だけ送ってきて、あ、若林さんに、うん、ずーっと無視してんだけど。
びっくりした方がいいよな。びっくりしたよ、うん。別れた直後に送ってきたから、なんか知ってんのかなと思って。なんかそういう勘みたいなのあるのかもね。わかんないけど。いやでもさ、ね、まあ俺アリアナグランデの気持ちもわかるし、ピートの気持ちもわかるな。お前は何、うん、どっち派？アリアナグランデ派、それともピート派？何どういう派？どっちがどうなのよ。ん？アリアナくんの方が、うん、なんだっけ？ですが、じゃあデヴィ夫人とさ古市さんはさ、うん、どっちの意見派？いやわかんないのよ。それ揉めてるってことも今日初耳だったしさ。うん。うん、詳しく知らないからわからんよ。あそう？うん、よりわからんよデヴィ夫人の方は。うん。アリアナくんと比べても。なるほどね。うん。どっち派とかでも、どっちでもいいよ。わからんよ。うん。うん、そうね。まあ、これが俺なんでね。もう武道館で、石投げに来てください。本当に。いや、別に石投げるってことでもないんじゃない？それでいい声したんでしょ？いい声したって言うでもそれでもう。ただ本当に投げたら、本気で戦うけどね、うん、俺は。じゃあ投げない。うん、そこはね。おい、山里、うん、おい。満足か、てめえ、この野郎。おい。山里。ああ。日礼プレゼンツ。何がだよ。何がねってこと思うすいませんね、日霊さんね。日霊さんが悪いわけじゃないんだけどね。切り替えに対してね。大事にしてはもうずっと日霊さんやってくれてんねこの番組。いやそうだけど。うん、そう、テンションのさ、切り替えがさ、うん、よくわかんなかったからね。それで行きましょう。うん、日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊。日本いいリモデル。サミー。日本触媒。大東建託。退職代行、イグジット。株式会社、オープンハウス。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。自分を肯定しろ。この間の木曜日に、うん、渋谷のユーロライブっていうとこで、はいはい、ライブしたんですよ、うん、ラブワシックっていうね、うんうん、でこれ結構180ぐらいのキャパの劇場で、うん、なんかまあ、手前味噌ですけども、もう、秒で速乾で。ああ、手前味噌だね。うん。うん。まあ、武道館ね、2回公演できるぐらいの、なんつうんですかね。まあ、人気あり、めちゃくちゃ人気ありますから、踊りって。まあ、そうだな。うん。で、もうちょっと広いところでやってほしかったって随分言われたんですけど。うん、まあ、180だったらね。これが、うん、なんでかっていうと、1ヶ月ちょい前ぐらいに、あ、木曜日 NFL クラブの後、スケジュール空いてるなと思って、うん、ライブできるなと思って、うん、急いで劇場探してもらったけど、やっぱ1ヶ月ちょい前だともうどこも空いてなくて、うん、で、仮が入ってたんだけど、なんとか空いたのがユーロライブだったからなのよ。ああ、なるほど。か、何ヶ月前から計画してたわけじゃなくて。なるほどね。うん。うん、で、里光とね、うん、まあ、トークライブやろうと思ってたの、二人で。なんかいろいろ話したいなと思って。はいはい。でもなんか、いつもなんかトークだけで終わると、なんかもうちょっとなんかやってみたかったなって思うもんで、うん、里光とコント一本とか二本、やってみようかな、うん、トークの合間とか後にと思ってたの。うんうんうん、で、里光と、あじまさんね、うん、話してて、うん、
聞いてもらってて、で、コント2本、うん、一応なんか春日とやるんじゃない感じのコントが2本、うん、頭にあるんすよ、なんつってて、うん、どんなのつって喋ってたら、うん、それいいね、みたいになって、うん、で、あとなんか2本ぐらいあったらもうコントライブできるぐらいの台本書けんじゃないとか言って、うんうん、2人に言われて、うん、で、なんか、一人のコントで、ちょっと浮かんでやってみたいな、みたいなのも喋ったら、はいはい、それもネタすぐできるじゃん、とか言って。うん、じゃあ、なんか、4本あるなら、できるね、とか言って、うん。コントライブにしなよって。はいはい、確かね、二人が言ったんですよ。僕がコントライブにしようって言ったんじゃなくて。なるほどね、勧められたというか。うん。うん、で、二人は言ってないっていうのよ、それを、未だに。うん、若林くんがコントライブにするって言った。でも俺はっきり覚えてる、うん。トークしてはコント一本、うん。トークしてはコント一本の1時間半のライブにする。うんうん、だから、このトークのとこいらないんじゃない、うんうん、あ、後ろで結構エンドトーク長めでいいんじゃない、なるほどね、うん。絶対どっちか言ったの。うん、まあそれは言った言わないになっちゃうから、ね。そうなんだよ。そこはあんま重要じゃないよね。重要じゃないというかもう答えは出ないよね。うん、うん、だからまあどうだったのかっていうね、そのコントライブが、そうでしょ、うん、っていうところをまあ聞きたいっちゃ聞きたい、ね、だからね、先週か、うん、結構忙しい中、うん、仙台のロケの移動中にパソコンでネタ書いてた時、うん、二人に対して怒りが湧いてきてね、なんか結局5本コント書いたんだけど1ヶ月で、うん、大変な作業だこれはね、うん、で袖でもう言ったの俺は里光に、うんうん、これでもしお客さんの反応悪かったら途中でやめて、うん、もうぶっ放しに来るからな俺はつって、もう前のせいでコントライブになったんだからつって、うん、2本目の真ん中辺でもうやめようかなと思ったけど、うん、反応良くなかったの2本目の真ん中のとこだけね、あったくとこだけ、うん、まあまあまあいいんじゃないですか、でもね。で、1ヶ月ちょい前にさ、うん、劇場撮って台本書いていく中で、うん、里見ちゃんがね、いや、この台本は、俺コント、合同コントとか書いたことないし、うん、ほぼね、コントもやってた期間1年ぐらいしかないから、うん、書いてたらさ、里見ちゃんがさ、いや、この台本は、ちゃんとした、台本なんだよ、コントとしてもって、なんかまあ励まし、うん、まあね、励ましてくれたんだと思うんだけど、うん、お世辞でさ、うん、言ってくれて、で、よからぬ噂聞いてね。よからぬ、うん、里見ちゃんが、うん、まあ、誰かちょっと突き止めれてないのが、ちょっと今からちょっと突き止めようとは思ってんだけど、誰か社員がね、里見が言ったらしいのよ、その、あの台本はもうちゃんとしたコントライブになるよ、つって。それ誰か社員がね、え、そんなしっかり若さんやるライブなんすかつって、うん。若さんが息抜きでやるライブじゃないんすかって言ったらしいのよ、ラブオアシックのことを。おぉ、なるへそ。これ大問題だよね、これね。まあ、大問題というか、まあ、認識の違いっていうことで。いや、そのトークライブでも、その息抜きのライブっていうふうにもし思ってるとしたらね。うん。これ大問題ですね。まあ、そうかね。息抜きでやるからってライブなの。俺たちはプロだぞ。まあまあ、そうね。なんか趣味みたいな。突っ込めよ、お前。恥ずかしい。いや、それは突っ込めない。だって、それは。実績もあるし。そこはね。ありがとう。うん。まあ、ちょっとね。まあ、驚かれたと。驚かれて、驚いて、まあ、驚いてくれたんだろうね。本格的にやるんだと。そうそうそう、今回はということでね。うん、で、ピンネタをね、うん、稽古場で一人で夜中稽古してたら、うん、もうめちゃくちゃ怖くなって。うん、怖い。うん、稽古場の外で風の音とかピューってしたら、怖えと思って、1時頃。深夜の。あ、そういう怖さ、うん、受けるかどうかっていう怖さじゃなくて。それ別に怖くない。滑ったって顎引きゃいいんだから別に。腹に力入れて顎引きゃいい。なるほどね。もらわなきゃ大事だ。そんな別に面白くねえしな。うん、ズバ抜けて。うん、で、やっぱ、ピンの人ってすげえ、で、ルシファー吉岡出てくれたのよ。ああ、なんかね、ルシファー吉岡って言ったらピン芸人のオサじゃない、もう。まあ、オサというか、まあ、上の方で。オサっぽいじゃない、顔は。まあ、風貌はね。
まあまあね、うん、上の方だよね、ベロが高い。ギースと、ルシファー吉岡もコントを一緒にやってくれてさ、うん、こう結局、稽古は3日間来てくれたよ、あそこの稽古場に。で、ルシファーと喋ってて、ピンの人ってすごいね、つって、単独ライブの前一人で、稽古場で稽古したりすんで、俺も寂しくて、なんか一人でやってて。うんうん、なんかちょっと変、やばいやつだよ、一人でなんかこう鏡に向かって。そうだよね。で、一人でカバン片付けて電気消して稽古場から夜中2時半頃からピンの人すごいね、ってルシファーに言って。ちょっともう変態だと思ったよ、一人で考えて一人でやって、単独ライブ前にって言ったら、うん、ルシファーが、うん、いや、僕からしたら、ピンなんでずっと、うん、コンビの方が変態だと思う。うん、なんでって聞いたら、いや、いい年したおじさんがね、二、うん、人で集まって、うん、これ面白いよなって言いながら夜中稽古してるって、なんか気持ち悪いっすよ、それって。あ、気持ち悪いっすよ。種類が違うってことね。まあ、それは確かに。文化が違うんだろうね。ルシファー君が言うのも、まあ、わからんでもないな。ね。うん、でもまあ、そのピンの人の気持ち悪さってのもわかるしね。そうそう。気持ち悪いってのが変だなっていうものも。なんか一人でで、それさ、駐車場までさ、夜中、前日よ。うん。単独ライブので、普段さ、漫才ってさ、小道具がないじゃない。ああ、まあそうですな。もう、うん、俺たちってほら、体一つでセンターマイク出てったらさ、もう始まるじゃない。まあそうだね。板立っちゃえばね。板立っちゃえばもう、こっちのもんだからね。お前なんか、それ、そのスタンスやめろよ。いや、何かよ。いや、そうおっしゃるから。今日は新規の人もいる、多いと思うんだよ、いつもに比べたら。まあいるかもな、注目して聞いてるかもしれないね。もう聞いてないかもしれない。あ、もう確かにな。もうあの話しねえしな。この後な、うん。もうこの後もしねえし、テレビでは絶対しねえし。うん。なるべく最後まで聞いてほしいけどね。うん、言ってきたら、うん、誰か言ってきたら、変な感じにして終わらそうと思う。で、一人で前日にさ、うん、小道具とで、あそうかみんな終電で帰って、さとみちゃんとかあじまさんとか手伝ってくれた人で、そういえば小道具を積むんだと思って。ほら、漫才のライブだったら、体一つで行くじゃない。だから、積み込みとかないじゃない。もうないね。俺一人でさ、できたくん、高橋工房が作ってくれた小道具とかさ、はいはいはい、なんか、長い棒とかを自分の車に4往復、5往復して夜中に面白いグッズを持って、死にやられたか、これってピンの人すごいわと思って。いや、そうだな、ピンの人もコントやる人もすごいよね。そう、小道具。そういうの、小道具とか衣装とかさ、持って行くんだもんね。で、木曜じゃん、この間の11月1日にやったじゃん。はい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 、で、はい、その前の1週間ぐらい、うん、もう本当ありがたいよ。ギースとルシファーと、さとみちゃんと、あじまさん、3日分、稽古来て、うん、稽古場来て、やってくれてさ、はいはい、で、みんなさ、稽古場入ってくるとき、夜中待ち合わせのときにさ、ヘトヘトの顔で入ってくるのよ、ガチャガチャ。はぁ、わざわざ、はぁ、つってみんな。ああ、やっぱいろいろ1日仕事ばーっとやって、いや違うのよ、違うのよ、それが。そういうことでしょ。稽古場がさ、渋谷じゃん。うん。ハロウィンでごった返してる中さ。あ、そういうこと？アラフォーの芸人たちをもうギッチギチも全然前進まないんすよとか言って。あ、そういう疲れね。もう、お関高さ、ルシファー、そして、佐藤光、あ、でもさ、みんな、めちゃくちゃだよ、間違っつって。それでもう、K プロのスタッフも、普段そういうタイプの人たちじゃないか。すいません、ちょっと。人でごった返してて。まあね。で、俺はな、もう今もうノータッチだけど、ハロウィンなんか。うん、もう、スペインの牛追い祭りぐらい離れたまもんだと思ってるけど、さすがに申し訳なかったなと思ってみんなを渋谷から。まあそうね。同居のとこがもう、若い女の子と、それを見ているおじさんでごった返してます、つって。ルシファー気をつけろよ、つって、お前怪しいんだから、つって。うん、見た目は。そうだね。そうそう、うん、でみんなはハロウィンの渋谷を歩いてきてくれてんだけど、うん、言い出せなかったもん俺は。何よ。これだからみんな帰る時に一緒に出ないで、うん、あちょっと掃除してから帰りますって、うん、まあちょっとまあ言ってみんなに先に帰ってもらってたのよ。どうなる、その時間
作って後から出たってこと？うん、なんか申し訳ねえなと思って、あの、俺だけ車で来てたから、その渋谷の街は俺だけ歩かなかったから、うん、なんか、俺は車なんでって言えなくてみんな来ても。別にそれはいいじゃん。まあいいというかそこまでね、なんであいつ車なのかよと思わないでしょ、別に。そんな。心の狭い人はいないよ、多分。でも、ヒロシさんみたいな人も。ヒロシさんは思うけどね。ヒロシさんがいないんだから、ヒロシさん以外は思わないよ、そんなこと。で、5本分覚えてたから、台本を。はいはい。もう、自分で書いた台本が覚えられないってムカつくね。こんなの書いたのか、俺、つって分かりにくいなと思いながら。ね、うんうんうん、でも、その、ある、なんか、その1週間前が結構忙しくて、うん、もう覚えられなくて家で頭わーってなって、はいはい、無理だ、覚えられないと思ってガールズバー行っちゃったのよ。それどういう思考なの？覚えられないけどガールズバー行っちゃう。覚えられないし、なんでライブなんてやることにしちゃったんだろうと思って。そしたらもうガールズバー行っちゃって、あ、でもあんま言わない方がいいか。そのガールズバー行ったなんて、ちょっとまずいニュースになっちゃうから。まずかないだろ、別にそんなもん。あ、そう。だってその先週ぐらいの話でしょ、うん、もう9月に別れてんだから大丈夫だろ、そんなもん。すいません。うん、大丈夫、大丈夫です。で、あの、みんなはもう2回目の稽古で、うん、まあ、今年の号は見してきてんね、あれね。台本持ってないのよ、もう、ルシファーと。ああ、高砂君と野崎君がもう、これ見よがしに持ってなかったね、台本を。その書いた若林さんはまだ覚えられてないのに。俺だけ台本持ってて。もう、今年たちは。そう、それで、さとみちゃんがさ、覚えて、なんか、さとみちゃんがいろいろやってくれてたからさ、うん、なんか見て、稽古見てくれてて。うん、若林くんだけだね、台本持ってんのみたいなこと言ってくるわけよ。いじってきた。うん、で俺は言ったのよ。いや、ちょっと覚えられなさすぎてごめん、つって、うん。昨日、あまりにも覚えられなさすぎて、うん、ガールズバー行っちゃってさ、つって。うんうん、で、その後稽古終わって、うん、まあ、ギースとルシファー夜中来てもらってありがたかったんだって、うんうんうん、あの、解散になって。で、里見と二人で稽古場片付けてたら、うん、里光に、うん、まあ20年ぐらいの付き合いか。で、まあ何回かしかないんだけど怒られたこと。うん、結構ガチで怒られてた。え？何をよ。あの、若林くんさ、って稽古場で二人きり。あの、うん、ギースとルシファー覚えてきてくれてるから、うん、ギースとルシファーの前で、ガールズバー行ったっていうのはないと思うよって言われて。で、俺、そう。すいませんって言っちゃった。何だそれ。やだ、もう、おじさん同士で、40超えたおじさん同士が、怒って、謝って。もうその後もう寝ずに覚えてさ、俺、3日目の台本間違えるわけにいかねえと思って。まあね、佐藤水真面目だからな。佐藤水何回か言ってたのよ、2日目の時、うん。よし、もう台本話してやろう、とか言って。でも俺話せなくて、うん、怒られてさ、すいません、だっつって。まあ、そうか。佐藤光香氏はそうなんだろうな。そう。で、まあ、うん、まあ、ギースルシファーのおかげで、うん、まあ、里光とも20年の付き合いで初めて稽古したのな。あ、コントやったの、二人で。おで、ライブ、当日、うん、やった。あれ、小道具ってさ、うん、うん、持たないじゃん、漫才って。まあ、持たないですね。で、また運んでたのよ、一人で、一人というか、K プロの人に手伝ってもらって、小道具は。小道具って怖いね、はいはい、楽屋に運んでいくとき。何がよ。いや、小道具を見て笑ってないからさ、面白いの小道具なのかなと思って。ギースとルシファーにとって。いや、小道具見て笑うって。そう、笑いを取りに行った小道具なわけ何やるかは分かる小道具だったのよ。触ってす、箱の中身は何でしょうね、の中の箱の中みたいな感じで。あー。全然笑ってなくて大丈夫かなこれ、今度。笑いはしないでしょ、小道具で。うん。でも、合同コントのさ、うん、中身の下りとかさ、うん、ギースとルシファーコント上手だからさ、なんか、うん、まあ、プレゼントの紙を破るシーンとかあって、うん、俺が全部破くとこがあったんだけど、うん、これはルシファーが自分で破いた方がいいんじゃないかって思いついたの。絵面的に面白いんじゃないかなと思って、うん、俺が破くんじゃなくて、うんうん、でギースルシファーにさ、うん、これ相談なんだけどルシファーが破いた方が面白いかなと思ってんだけど、うん、どうかなっつって台本ちょっと変えるっていう、うんうん、はいはいはい、で言ったらさ、うん、高砂くんがさ、うん、それ若林さんじゃなくてルシファーが破く整理って何ですかねって、ほう
結構ドライなトーンで言われて、あ、なるほど、じゃあ俺がヤブ君でいいやつっていやそこは説明したらいいね。別に高さが怒ってるっていうか詰めてるわけじゃないでしょ。ちょっとよく分かんなかったから、流れ上どういう心理なのか生理なのかって聞きたかっただけでしょ。そこになんで下げちゃうのよ。説明したらいいじゃん。いや俺ギースとルシャ尊敬してるからなんか、はいはい、でコントも東城だっていう気持ちがあるから、なんか怖くて。いや、キングオブコントでやったギースのネタの高砂くんの目をしてたからさ。まあ、じゃあちょっと怖い。そこで戦う勇気はない、ないな。それまで強い、なんか、自信もない、うん、ないだろうしね。そうそう。で、まあ、ギースと、うん、ギースは俺の後輩、会社で後輩っていう設定で、うん、ルシファーが部長っていう設定だったんだけど、うんうんうん、ライブずっと終わるまで、うん、不満だったみたい、ルシファーは。え？何がよ。いや、なんで若林さんより年下なのに部長なのかっていう。尾関くんに関しては二個上なのに。で、なんか、ハゲてるからですかって聞いてきたから、うん、いや、そうじゃないよ。人が合ってると思って、つって俺言って。ハゲてる。やっぱあれ、なかなか合同コントのやっぱ、書く人大変だと思う、いろいろ。なんか、その思いもよらないとこ引っかかったりするんだね。そうで、人によって。3日目にこの部分変えたいとか思っても、言うとまた覚え直しさせるから、もう結構いく、もうなんか、すごい、決心して言ったりすんのよ。ね、でも今やっぱ腹くくってやろうとは思ってたんだけど。はいはいはい、そうか。で、ライブ終わってさ、うんうん、で、楽屋挨拶さ、うん、山里来てたね。おー、ほうほうほう。あ、来てた。おー、いいじゃないですか。なんか山ちゃんと写真、うん、山ちゃんプライベート黒いメガネしてんのよ、うん、へえ。でなんかインスタの写真撮らしてっつって言ったら、うん、あちょっとメガネ変えるわっつって赤いメガネに変えてる。だから黒いメガネの写真と赤いメガネの写真両方載せてやったんだけど。いや黒の方は載せてほしくなかったんじゃない。そうやっぱ変えね、うん、イメージがある。ちょっと本当寒い話、うん、セブンみたいなことなのかな、このなんか、この赤いメガネかけたら芸人スイッチ。うん、ウルトラマンセブンみたいな、たとえツッコミビームみたいなことなのかな。まあ、一応なんかスイッチみたいなのあるんじゃない、ここに。メガネにあるんじゃない。じゃあ、テラサウスはオフで出てんだ、プライベートのテンションで。まあ、オフって、黒いメガネだから。その、いわゆるバラエティって感じじゃないってことなんじゃない、自分だからあるんじゃない、スイッチ。まあ、総じて言うととんでもない男だね。それで、ね、楽屋挨拶来てくれんじゃんみんな、うん、で列になっててさ、奥の方はちょっと、うん、まあ見えないっていうか見えづらいじゃない、うん、この来てくれてありがとうございますって楽屋で終演がね、いたらね、うん、多かったね、奥に背中向けて誰かと喋ってんだけど、後ろの人と、うん、奥に綺麗な、うん、おしゃれな洋服の綺麗な人いるなと思ったら、うん、こっちくるって向いたら松本明子でさ。松本明子。嘘でしょ。見に来てたのよ。お姉さん、うん、そんな話一切してないっていうか、行くねなんて言われてないでしょ。知ってた、それは。あ、知ってた。うん、あ、来るの知ってたの。知ってた。はあはあはあ、へえ。松本明子さんってやっぱ、うん、綺麗だね。まあまあ、綺麗ですよ。やっぱアイドルだもんね。アイドルだし、まあ、元アイドルだし、今だってね。それはやっぱり、うん。それは別品だよ。なんか綺麗な人だなと思って、なんか本出した時の編集の人が見に来てくれたのかなとか思ってたら、松本明子さんだったんだけど。まあでもやっぱりライブに行くっていうことで、おめかしはしてんじゃないの？それ多少ね。なるほどね。うん。女として来てくれたのかな。そうね、やっぱりね、ドケチ隊の松本明子ではないでしょ。おそらくね。で、写真撮ってもらったの、一緒に、記念に来てくれて。山ちゃんとも3人で撮ったんだけど、うん、いつも思うんだけど、写真撮ってくださいっていう時に、うん、もうすごい大好き歩きの腕を組んで、で、これなんか胸がもうめちゃめちゃ当たってんのよ、うん、肘に。まあ、そうだね、うん。で、お姉さん胸当たってんすよ、つったら、なんかもっと当てに来て。で、俺、うん、ヒルナンデスの後にも写真撮ってもらった時に、うん、もうあまりにも胸が当たってるから写真載せんのやめたことあったよ。何か変な誤解が。変な誤解を招くぐらい腕を組んできたから。いや、そうなんだ。で、お姉さんもうちょっと間開けましょうなんつって言いながらもね、うんうん、写真撮ってもらって。うんうん、で、松本明子さん帰りに、うん、
グッズのライブ T シャツ買って帰ったらしいよ。いつ着るんだよ。いつ着るんだよと思ったら。いつ着るんだよ。で、T シャツなんだよ、それで買うの。その T シャツ売ったのね、うん、岡田だっつって。しょうがないけどね。岡田が T シャツ売って お金受け取ったらしいよ、それ。いやいや。いや、それ、プレゼントだろ、普通。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。そうしようかな。ダメだよ、仮眠室行っていいわけないだろうよ。これがちょっといろいろやって疲れちゃったのよ。え、なんだいろいろやってって。でもさ、お前さ、いいでしょ俺聞き役でいなくても。なんでよ。だっていつもさ、うん、紙に書いてたのさ、うん、順に読んでくからさ、なんか、うん、ああそうなんだとか言うぐらいしかないんだもん、うん、トークゾーンもう7年ぐらい、うん、いやいや、そう言うなよ。からくりを、なんか若林、うん、あんたどう思うとか振ってくれたらさ、なんか一緒にできるけど、うん、なんかそれ読み切っていつも7年も終わるからさ、うん、まあまあそうだけどね、うん、うん、とりあえず聞いといてほしい。あ、じゃあ聞いて。うん、ほぼ朗読だけどさ、うん、まあ先週ね、うん、まあ、ラジオが終わって、うんうん、で、まあ、仙台で、火曜日か、うん、ロケがあったじゃないですか。あったねー。ね、うん。あったね。で、まあ、火曜日がそのロケで。過酷なロケだったね。もう体張って、傷だらけになったわ。そんなに過酷でもなかったけどね。うん。うん、そんなにもう午後ぐらいからのロケだったしね。仙台午後集合のロケだったからね。大変だった、うん。そんなに大変でもない、ないけども。うん。まあ若林さんは大変だったのかもわからんけどね。私はまあ楽だなって思ってさ、ある程度ね。うん。うん、まあまあ、やったんですけど。で、それ火曜日でしょ、うん、で、日月が、私、空いてたんですよ。うん、だから、まあ、普段だったら、ね、実家帰ったりとかして、めっこと遊ぶなんだっていう、うん、まあ、考えになるんですけども、うん、まあ、火曜日、仙台だから、うん、まあ、行っちゃおうかなと思って。日曜日から。仙台に。仙台に。うん、だからもう、前乗りですよね。そんなことあんだ、前乗り。前乗り。前乗りしてやろう、と思ってさ。外国のタレントみたい。ちょっと早めにね、入って、その日本観光してみたいなさ。で、まあ、行くなら、なるべく早い方がいいな、と思ってさ、うん。で、もうほんと始発ぐらいで行こうと思ってね。あ、そう。だからもう、5時ぐらいに起きてさ。日曜日朝、うん。だからラジオ終わって3時過ぎに帰って、うん、もう5時ぐらいに起きて、うん、で、もう始発で行ったんですよ。男だね。いや、男かどうか別に。そんなかっこいい行動ではないけどね。うん。で、行ってね。で、仙台って果たして何があるだろうかと。うん、まあ、自分に問うたわけね。自分に問うて、うんうん、まあその、スマートフォンにも問うたわけよ。うん、まあ、行ってなんだ仙台には。この時期。うん、で、あんまり仙台じゃない、集合が仙台駅だったじゃない、うん、火曜日のね。だからあんまりこの、離れたくないと。うん、ね、仙台から、うん。仙台周辺で、こう、なんかないのか、おいっつって、うん、スマートフォンに尋ねたところ、うん、その仙台は、あの、山の方は紅葉が綺麗ですと、いうふうに出たわけですよ。うん、あ、はいはい。うん。あ、ただ、そういえば、昼なんですよ、やったなと思って。うん、で、昼なんですやったから間違いないだろうなと思ってさ。うん、で、仙台のあの、鳴子峡ってところにね、うんうん、紅葉を見に行ったのよ、まず。一人で？一人で。そしたら、クミさんいなくて？いや、いないよ、その狙ってる女は。ええー。いや、だって、仙台に用はないじゃない？一人で紅葉見に行ったの？一人で紅葉、結構そういうの好きな、紅葉とか。なんかもうジジイなんだよね、景色とか好き、花とか。昔さ、お前さ、うん、稽古してる。デジカメにさ、うん、桜の映像を。何回言うんだ、それ。何回言うの？自分の漫才に返そうと思ってデジカメ見てたら、ネタ終わった後、紅葉がバーっ
ーってカメラがこうパンしていく、うん、桜ね、桜が、桜がずっとパンしていく映像がもう10分ぐらいずっと流れて、うん、こいつ桜好きなんだな、怖っ、何が怖いの怖いことないだろ別に、桜も好きだし、うん、その紅葉も好きだし、うん、なんか湖とかも好きなのよなんか、うんうん、で紅葉見に行こうと思ってさ、うん、でもう10時ぐらいに着くわけ、うん、その鳴子温泉駅に、はい、したらまあ日曜だしめちゃくちゃ混んでるわけですよ。やっぱそう。うん。でなんかバス乗ってその橋とかその紅葉どころまで行くんだけど、まあ、うん、渋滞で進まなかったりとかしてね、うんうんうん、でも外国のお客様も多かったりとかしてさ、うんうんうん、その中にこう混じってね、うん、私が、うん、でまあ紅葉を見てさ、はいはい、でこうスマートフォンで撮ってね、うん、でまあいろいろ見て回ってまたバス乗って帰ってきたりとかさ、まあ、してたのよ。でもその間に宿もこうねいろいろ調べてね、うん、でちょっと松島行きたいななんつって思って、うん、日本三景ですからね、うん、松島で宿取ろうなんつって、うんうん、思ってね、で松島で取ってさ、で行ったらその宿がむちゃくちゃでかいホテルで、なんか3棟ぐらいあんのよ、なんつうの棟が、そういうホテルあるよね、そういうホテルも一大ホテルでさ、ついてみたら有名なところ、そう有名なところでさ、でも人もよく見いっぱいいるわけよ。そうだよね、時期だもんね。時期だから。うん、で、飯も夕飯もこうバイキングとかでね。何時から何時までみたいな感じって、うん、もう中途半端な時間に行ったらもうえらいことになると思ったからさ、もう一番乗りで行こうみたいな。うん、で開始のもう15分ぐらいまでもう並んでさ、一、うん、人で。うん、バイキングに？バイキングにこう。まだ。でもなんか髪、こう分けてなくて下ろしてるからさ、うんうんうん、おばさんだと思われて気づかれないよな。ちょっとこうしてんじゃん、こうやって。なんか、立ち方が、お前なんか美しいからさ。お前立ち方美しいからさ。いや、初めて言われて美しかないでしょ、別に。おばさんだと思われてるかどうかわからないけど、こうやって待ってさ、一人で。ガタイのいいおばさんだと思われたんじゃない？思われてるかもしれない。たまにいるじゃん、ガタイがいいおばさん。こうやってこう歩いてる。うん、昔なんか絶対やってただろう。そう、ソフトボールね、のファーストやってた、うん。昔ソフトボールのファーストやってたおばさんかなって思われたんじゃない？うちの母ちゃんだよ、それ。あ、そうだ。うん。静江ね。静江ね。ソフトボールのキャッチャー。ソフトボールなのにガム噛んでバッターボックス立ってた、ね。いやいやいや。そんなこと。いや、そんな。あ、ひまわりの種だ、間違えちゃった。紙タバコね、紙タバコ。もうそう、ベンチで、ベンチで紙タバコって、黒いの塗って、目の下に。いや、もうメジャーリーガーじゃないんだよ。普通にやってましたね。こう待ってさ、15分ぐらいさ。うん、で、胃の一番でバイクバーッとってさ、うん、ダーッ飛べて、うん。で、そのプランが、うん、なんかその近くのね、うん、ホテルの、なんかライトアップした寺を見に行くツアーみたいなのが組み込まれてるプランでさ、うん、ホテルの宿泊客たちでそれしか空いてなかったの。うわいい値段ですげえなこいつ。もうその日入学したからマジで。でそのことすっかり忘れててさ、ほいね、で、部屋でこう、まあ、飯食って、もうその7時とかよ、うん、飯食い終わったのが。で、部屋でこう、テレビとか見てたら、うん、そのいつの間にかこう、寝てしまってね、うん、朝早かったからさ、うん、部屋に電話が鳴ってさ、うん、出たらさ、集合時間なんですけども、いや最悪じゃん。え、なんですかって言ったら、ライトアップを見に行く。お寺のお寺のライトアップ見に行くツアーが、組み込まれてまして、なんて言われた。皆さんもお集まりなんですけども、みたいな。遅刻してたら嫌だよ。最悪だと思って。んで、まあ言っても、うん、その、ちょっとしたグループぐらいかな、うん、あと10人、20人ぐらいの感じで行くのかなと思って行ったらさ、ものすごいでかい観光バスみたいなのも2台ぐらい止まってんの。うん、もう何人が60人ぐらいいるのよ、うん、その人たちがもう全員乗ってさうわーってもうガタイのいいおばさんをこう待ってるわけうわーっつってどう
すんのそれ。でもホテルの人もなんかそのバスの入り口みたいな、このボードみたいな、名簿のさ、ボードみたいなのあってさ、きついな待ってんのよ。で俺はまだほら、うん、アイスランドの話そうだったけどさ、うんうん、まだアイスランドの方がいいよね。だって、うん、何が海外だから。まあそう、人数多いんじゃないのそのツアー。人数だから60人6、70人ぐらいいたかな。入るかな。どうだろうな。うん、一応マスクとかはしてたけどね、うん、でわーっと入ってて、そういう時に限って後ろの席しか空いてなかったりするわけよ。 そうだろうな。でもうわーっと並んで座ってるところ、えっせえっせ、みんなもうこいつのせいだんタコって思ってる、うんうん、もう 10分ぐらい待ってるからね。なんかでもね、うん、ちょっとムカつくわ、お前が遅れてんのね、ボンミスで寝て、うん、ロケの時もそうだわ。うん、やっちゃうんですよ。お前なんか先輩とのロケの時時間通りに回し、うん、カメラ回すとこ行くせに、俺の時なんか直前でトイレ行って遅れんだろ、まあ、舐めてんのかてめえこの野郎。まあ、まあ、どうかな、ね、舐められるの俺が悪いよな、うん、まあそうだね、反省してもらいたいよねいや反省だよそこはね、うん、いやだからすっかりそのツアーのことを忘れててさ、組み込まれてるっていうのをね、うん、っていうのもあって、もう忘れんのはムカつくけどみんなはみんなの時間を奪ってるっていう意識も話聞いてると少ないし、まあ、まあまあそ申し訳ないなっていうね、うん、ところで行ってさ、うん、で英語みんなでこうライトアップされた寺を見て回ってさ、うん、一人で私は、うん、でまあ一応写真とかバー撮ってさ、ものすごい綺麗だったのよね、まあ、ライトアップされた寺はもう綺麗以外ないよね、うん、綺麗以外ない。もう好きだもんなお前、日本の風景が、うん、もうなんかなんつうの、池の寺の中、池にさ、うん、その紅葉の葉っぱとかこう映ってる鏡みたいになったりとかした池が。わかるわかる、そういうの好きだよな、うん、お前な、うん、好きだもんな、うん、そういう筋肉マンが筋肉ドライバー完成させるシーンまああれも好きだしね、うん、あのプリズムマンをさ、あの攻略するために池にさ、ラーメンマンだっけ、うん、このザバーンとこうさ、はいはい、プリズムマンなの、あったあったあったあのシーンも好き、光がこうバーって入ってきてさ、プリズムの中で反射してさいいシーンだよなそれをね、なんとかして、うんうん、決めるっていうね、技、うん、あそこはもう好きなんですけどね。今それをこう見て回ってね、うん、で、まあ、帰ってきてちょうど9時ぐらいなのよ、うんうん、夜夜でハイボール飲みながら下町ロケット見てさ、もう最高だなっつって一人で。でも最高だねそれは。最高だよ。まだ9時ぐらいの和室で、和室でハイボール飲みながら、ハイボール飲みながら下町ロケット見て、下町ロケット面白いな、小坂さん行く楽しいなとか思いながらさ下町ロケットってこんな面白いんだなって一人言とか言っちゃったやっぱり。言ってる言ってる。何つったの。いや小坂さん、なんか小坂さん出てちょっとね、肉肉肉やる、はいはい、こいつやとか入ってるからねドラマに。もう先輩として見てないからさ、憎ったらしいなっつって最後こうね、いいね、うん、まあいる展開あって、よし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 39歳、39歳が松島のホテルでハイボール飲みながら、まあ、春日俊明というかね、こ、うん、春日俊明、いやご健在なのよ、うん、ね、元気にやらしてもらってますよ。でまだ9時ぐらいでさ、でまあね、早い、まあ、早い、次の日の朝も早いからさ、うん、もう早く寝ようと思って、うん、で急いでこう自分磨きして寝てね急いではできるんだね、うん、急いではできる、うん、そういう時はパソコン持ってないじゃん。だってパソコンはもう持ってないけど、うん、そのスマートフォンとかで、うんうんうん、まあ、パパパッとね、うん、スマートフォンってあとも想像だね、うん、やっぱりそのデータベースがやっぱすごいからお寺見たんだろ、ライトアップされた、綺麗だったぞ、心洗われてそういう気分にならなくないか。それとことは別だからねむしろむしろやっぱそのそういう業を背負って生きていかなきゃいけないから業の工程ねやっぱり それが人間だからね、うん、人間のそういう答えにたどり着いたりで、そうそうそう、夜だ、人としての営みを何を見たの、スマホで。その時はスマートフォンで、まあ、うん、その想像は何を想像してんの。想像はね、そういう時あの想像想像は、うん、その自分の体験とかじゃなくて、うん、一番良かったネット動画を脳内で再生してえ何、うん、イメージじゃないの勝手に
で自分が体験したこととか。自分のタイプの女性と、うん、とか、廊下で会ってとかするんじゃないの、とか妄想とかじゃなくて、一番今までで見た良かった、そしたらその方がバッチリ映像。なんかそう、あの、うん、Wi-Fi とか受信できるの頭の中で。いや、もう Wi-Fi 受信はできないけど。4G とかなの、お前の頭の中って。無料で再生できんだ。うん、できるね。ダウンロードも早い、やっぱり。ダウンロードも早いね。うん、固まらないしね。固まらないし。一番いい、お気に入りの動画をもう一回再生する。もう一回、その、すぐこう取り出すことができる。もったいないけどね。もっと自由なんだから、想像。いや、でも、そんななんか あやふやのことよりも、実際目にしたもの。そっから、うるせえな。受けた、その、感動。うるせえ、毎週、毎週。毎週、毎週、お前。お前の話しかしてねえじゃねえか、お前。いや、俺は自分磨きと言いたいよ。うん。オナニーラジオだよ。39歳の。いやいや、それ。やめてくれよ。それはもう、しょうがないじゃん、それはだって。ねえ。うん。何週話してんだ、こいつ。それと一緒に旅してるみたいなのあるしね。一人ではいるけども。自分磨きと一緒に。二人旅みたいなとこあるからね。自分磨きという。自分磨きって人格なの？まあ、ほぼもうパートナーだよね、人格。どういう形してんのよ。もうなんかもう、なんだろうな。うん、私の肩ぐらいの、うん、背の、うん、まあまあ感じだよね。あ、うん、人型。でも、人型なんだ。人型だけはっきりはしてない。ああぼやーっとしてる。ぼやーっとしてなんか、うん、お前もう、手つきが、チンコの形なんだよ、感じの。オナニーラジオじゃねえかよ。こうか抱えてさ、もうこうね、抱えていろんなところにこう行ってる。うるせえな、お前、毎週毎週。それ日本放送もそうだよ。常にあるからね、うん。全部の仕事で持ってくる。うん、日テレにもこのまま行くし。大会 TV のスタジオにも、うん、大会 TV のスタジオで座ってる横に置いてるしね。なんならこう一回置いて。自分磨きを。うん、左ドラにこう置いて。自分磨きくんを。自分磨きくんを、そうね。うん。さすがにその好きあらば取り出そうっていうことはないけど。うん。そうね、収録中には。うん、で、まあ、早く寝てさ。うん、早く寝ろ、お前。うん、で、次の日、下品ね、この人、ほんと、汚らしい。次の日朝ね、うん、早めに起きて飯ばっく食べて、うん、で早めにちょっと宿出て飯食うなよ。で自分磨きやろう。松島をこう自分磨きにも食べさせながら食べさせながら、うん、何を食べさせたの？あのね、だいたいヨーグルトですね。もうそれじゃん。だいたいプレーンの。うるせえな、毎週毎週。砂糖なしでね、食べるわけですよ、うん、で自分磨きくんはで自分磨きくんとじゃあ行こうかなんて言ってそうそう、出ようかーなんつって言ってね、ホテル出てさ。で、松島行って、綺麗だねーなんつって。松島行ってた日本三景で綺麗だなーこれなーっつって。連れてくな、自分磨き。なー、綺麗だなーなんつって言って。綺麗だなーっつって、なんて答えんの、うん、何にも答えない。あ、答えないの、物体だから、うん。科目なんだね。でもなんかこう、うなずく。あ、うなずく。受けてはいい。喋らないんだね。喋れない、喋らない、うん。でもそれでいいの。喋らないタイプのゆるキャラだ。まあそうだね、うん、私にとっちゃね、うん、でその日はあのウイスキー工場に見学、うん、工場見学行ってさ、うん、工場見学っていうか物ができるまでウイスキー好きだもんな。ウイスキーも好きだし、うん、物ができるまでを見るのすごい好きなんですよ。あのもうクイズ商売商売のさ何を作ってんでしょうかもう大好きだった。古いなぁ。めちゃくちゃ好きだったのよ。古いなぁ、こいつ。何を作ってんでしょうか。懐かしい。横取り40万。うん。ペッペッって出てね、30秒前みたいなさ。あれすごい、それ、ちびっこの頃からね。壊してね、ジャイアントババさん。壊しちゃってね。ダーンっつって、ね。いいんだよ、その話。早押しだから。うん。それでこう見てね。それもツアーで15人ぐらいでこうゾロゾロ見るのよ。でっけえなんか気づかれてないの？気づかれてないね。意外に気づかれないんだよね。なんかそのマスクと帽子とかさ、そうかぶってると髪を下ろしてるとね。うん、あとでまあ別になんかそんな感じじゃないじゃん。みんなこう工場ゾロゾロね、うん、そのウイスキーができるまでこう見て回るから、うん、別になんか
こっちのことは見てないわけ、そんなに。うんうん、で、1時間ぐらい見たのかな、うん、?60 分ぐらい、うん。ぐるぐる回ってさ。うん、で、最後、こう、死因があるわけですよ。うん、で、こう、3種類ぐらい、こう、ウイスキーがこう、言っても、グラ、ちっちゃいグラスに、ちょこっとの量だけどね、10ミリリットルぐらい。うん、で、こう、飲んでさ。うん、で、それ無料の、もう全部無料なのよ。うん、で、無料のこの試飲してさ、うん。で、終わったら、なんつうの、この売店みたいなのがあるわけ。うん、で、そこに、まあ、いっぱい売ってるのよ。ウイスキーが、そこで作ったやつが。うん、で、有料の、なんかこの試飲のコーナーみたいなのがあるわけ、うん。で、有料しても安いわけですよ。結構貴重なウイスキーとかも、本当200円とかさ。うん、まあ、ちょっとの量だけどね、うん。で、あるもんだからさ、もうテンション上がっちゃってさ、その有料のやつをさ、こう飲み倒したのよ。うん、もう、全部。全部じゃないけど、50周ぐらいあったからさ。ええー。いや、そんな飲んでないよ。うん、飲んでないけど、あれとあれと、つって、なんかこう、スマートフォンで調べてね、あれはどのぐらいの価値なんだろうみたいな。したら普通都内で飲んだらもう何千円するようなやつが、もう何百円とかであるからさ、うん、もうテンション上がっちゃう。あれと、あれと、つって結構8種類ぐらい頼んでさ。うん、で、こう、もう飲んでね、うん。まあ、いい感じになりますわな。で、売店あるじゃない、うん、で、売店で、なんか限定のものとかにも結構弱かったりするんですよ。うん、私、おばさんだから、うん。で、限定のやつをこう、ポン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 こう、うん、カゴにこう入れててね、うんうんうん、お会計ってなったらね、うん、なんか4万ぐらいになっててさ。ウイスキーで？ウイスキーだけで。まあ、ウイスキー4万円分買ったのお前。酔っ払ってんじゃないのもう、それ。もう結構、そう、もう酔っ払ってんのよ。うん、で、酔っ払うと、自分で最近気づいたんだけどね。なんだろうな。歩き方がさ、行進みたいな歩き方になるの。酔っ払いじゃん。わかる？こう歩くのよ。酔っ払いじゃん。ちょっとこの間気づいて、こう。酔っ払うと。酔っ払うと。背筋伸ばしちゃうんだよ。背筋伸ばして、ほんと行進してみたいな歩き方。はいはいはい。で、行進しながらカゴ持ってさ、ポン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 こうさ。ウィスキーでお会計したら4万ですみたいに言われてさ。怖いな、それ。で、3万円以上買ったら、無料で郵送できますなんて言われたからさ。じゃあ、つって言っても全部、とりあえず実家に送ってもらってね。一回実家に送ってもらって、実家帰った時に飲もうと思ってさ。で、全部送ってもらってさ。で、なんか、もう、で、そのまま更新歩きのまま、その、送ってもらうから手ぶらでしょ、今も。手ぶら。うん、で、なんか、買ったなーって、やっぱ、買い物するとちょっと気持ちいい、ね。まあ、あるよね、それは。買った4万円分も買っちゃったなー。やってやったよと。やって、買ったぞやって、こんなでかい声じゃないけど、言ってんのよ。うん、こう言って。口に出してんの？出してって、こんなでかい声じゃないよ。酔っ払ってんじゃん、もう。買ったぞー、4万円も買ったぞー。気持ち悪い。って言いながら、こうしやるきて。一人ごと言ってんだよ、こいつ。一人で言って。こうしないけど、その、お店からこう出てさ。うん、で、バス停が15分ぐらい歩いたところにあるのよ。で、そこまでは行かなきゃいけない。で、そのバス乗って、駅まで行って、駅から仙台に戻る。はい、で、仙台に戻ってから、その、宿。までね、うん、宿までの、その、どのぐらい、無料のバスがあるんだと、したの。そういうのあるよね。で、仙台から40分ぐらいかな、バス乗って行った温泉ね。うん。うん。とこまで連れてくれるっていう、もうバスも予約して。うん、ね。で、もう帰るだけなのよ、うん。で、更新歩きでさ、バス停まで行ってさ、うん、で、こう待つじゃない、うん、で、ちょっと遅れてきたわけ。うん。うん。バスが。バスが。5分ぐらい。はい。して、駅まで行くじゃないですか。うん、で、私のスケジュールだと、うん、そのバスに乗って、駅着いて、うん、駅のバス停に着いて、うん、電車が出るまでが、3分ぐらいだったの。うんうん、ね？で、遅れてきてるもんだからさ、うん、5分ぐらい、うん。バス乗って行ってももう、電車がないわけですよ、うん。で、次の電車がもう1時間後ぐらいなわけ。うん、で、ね？まあ、待つじゃない。うん、駅のこのベンチっていうか、うん、なんか外にベンチがあったわけよ。はいはいはい。で、こうやって待ってたの。うん、もう、1時間ぐらい。なげえなぁ、と思いながら、うんうん。したらさ、酔っ払ってるもんだからさ、寝ちゃうんだね。そのまま。そのまま。外で。外で、椅子座りながら。う
で、気づいたら、うん、もうその、ウイスキー工場出たのが、まあ、夕方3時ぐらいだったのかな、3時過ぎぐらいかな。で、駅でこう待つじゃない、うん、で、パッて見たら真っ暗なわけ。うんうんうん、ね、気づいたら。うん、もう、3時間ぐらい寝てたよ、そこで。え？ほいでさ、うん、なんだよ。ほいでね、もうバス、予約したバスも、うん、もう、もう全然もう仙台から出てる時間なわけですよ。うんうんうん、だからもうバスもないわけ。うね、でどうしようと思って、うん、で旅館まで、うん、でとりあえず来た電車乗ってね、うん、で仙台まで戻るじゃないですか、うんうんうん、で戻っていろいろ調べたら、うん、ないのよその宿まで行く手段が、でこうネットでね、うん、路線案内で調べたら、うん、近くの駅まであると、うんはいはいはい、なんとかっち駅まで、はいはいはい、でそっから、うん、バスも何もないわけね、うんでその表示を見たらさ、徒歩、うん、徒歩で98分って書いてあるわけ。お前すごいとこにある。すごいな。うん、でももうないじゃん、うん、なんかタクシーで行く勇気もないし、仙台からそのバスで40分のとこなんてさ、うーんいくらになんだと。ね、まあ乗っちゃうけどな。いや怖えなーと思って、最悪その駅からタクシーがあったらいいなっていう希望で、まあね、で宿もすごい楽しみにした、結構いい宿取ったのよ、その4万ぐらいするところ、はいはいはい、で楽しみにしてたから、うん、絶対来たいと思って、うん、で駅まで行ってさ、うん、したらもうなんか田舎の駅だからもうタクシーのないわけよ、うん、で結局山道を98分ぐらい、さすがにもう更新歩きじゃなかったわ。もう酔いは覚めて。もう酔いは覚めて、普通にこう、歩いて真っ暗な、山の、道を。それ自分磨きくんと自分磨きくんを抱えて小脇に。疲れてた、やっぱり。疲れてるよ。で、着いたらなんかもう10時近いしさ、宿に。着いたんだ、90分歩いたんだ。歩いたよ、それ。で、楽しみにしたからさ。うん。で、もう飯も終わってるしさ。うん。もう自分磨きってすぐ寝たっていうね。毎週毎週、それは何？何の映像を見たの？スマホで。それもあの脳内再生。ただ昨日とは違う映像だよね。うっせー。一例プレゼンス。オードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー。毎回ですね。番組からあの聞いた質問をリトルトゥースに答えてもらう企画で、現在オードリーのオールナイトニッポン10周年の有名人の親コメントを教えてくださいということで募集してます。ラジオネームオーシャン、磯野キリコさんからお祝いのコメント。ちょっと10年やってるかどうか知らないけど、あんたたちのラジオ聞いてると滑らない話で春日くんが MVS 撮ったとか、フジテレビニューウェーブ大賞撮ったとか自慢してるけど、私だってね、ご機嫌よう大賞何回も取ったことあるんだからね。ああ、ご機嫌よう大賞あったね。トークできるからね。うん、遅く起きた朝ではでもね、本当にパチンと落ちる話やってるもんね。T さん。うん、ああ、まあそうですね。そうか。何、うん、何ヘラヘラしてんだ。いや別にヘラヘラしてないけどね。してないかお前。してないです。つけろよ。はい、大丈夫ですよ、うん、全然ね。ラジオネームオーシャン、杉村太蔵からお祝いのコメント。オードリーさん、10周年おめでとうございます。ただね、ただね、これ一般論ですよ。この番組ね、若林さんのトークが面白い。これ一般論ですよ。ですがね、ですがね、私最近思うんです。春日さん。これまた面白い。いや終わりなの。いやなんで？嬉しいじゃない太蔵さんが。まあなんか、ね、次のスペシャルウィークのゲストだな。これ。この一本太蔵さん、この一枚だけで。この一本だけじゃちょっとね。やってみろって思うよ、この一枚だけがきっかけで。杉村太蔵さんゲストに呼んで。まあね、熱はさっていうのはありがたいね、うん。ラジオネーム、カルパッチョ。坂上忍さんからのお祝いメッセージ。俺、このラジオ聞いてて、一個春日にムカついてることあんだけどさ、狙ってる女ってあれ何なの？
彼女なんじゃないの俺さそうやって白黒はっきりさせないやつが大っ嫌いなんだよ。要はさ他のことも遊べるようにそういうグレーな状態にしてるんじゃないの。梅沢富美男さんも言ってたよ、女心をもてあそぶなんざ人間のやることじゃねえって。今度僕の番組に春日とドッグカフェの子呼ぶからさ、付き合ってるのかどうか生放送ではっきりさせようよ。いやそんなバイキングでやるようなことではないからね。バイキングかどうかわかんないけどね。いやいや生放送だよ。そうでしょうよ。その感じだったら。わかんない。他の番組かも知れない。ボード作られてなんかやられるでしょこれ多分。うん。いやどうなのよーってなると思うよ。まあそうね。うん。実際どうなの？いやいやもう狙ってる状態ですけどね。うん、でもそれ正解だな。何がよ。芸能人の人全員。もし交際発覚したら、うん、狙ってるって言った方がいい。全員これからまあそうだよね、うんうん、ダメでしたって言えばいいだけだからね、うん、ラジオネーム、うん、焼きうどん。オードリー様、ピーターでございます。この度はオールナイトニッポン10周年おめでとうございます。お二人には行ったことないですがよく聞かせていただいています。特に若林さん春日さんの軽妙かつユーモラスなトークを楽しみにしております。カスちゃん、またパーティーに来てちょうだいね。今度私のパーティーからオールナイトニッポンを生で放送するのなんてどう。部屋なら腐るほどあるし、いろんなゲストの方に少しずつ出てもらうなんて楽しいかと思うわよ。これからも全国のリトルトゥースの輝く星であれ。ピーターこと池畑慎之介より。ありがたいですね。聞いていただいて、春日との縁がここまでっていう感じですけど。聞いてるっていう風にね言っていただいたことなかったけど、うん、聞いてくださってるんだね。ありがたい。ありがたいね。ラジオネームドロップアウト。家族全員がクリーピーナッツの夜更かしの歌の配信を希望しています。後期です。はぁ、また先日のスペシャルウィークで初めてこの歌を聴き、まさに聞いた瞬間から親子でハマってしまいました。母は毎日料理の最中に夜更かしの歌と鼻歌を歌っています。普段はセロリや夜空の向こうを弾き語りしている父も弾いてんのか家で。あれからというもの夜更かしの歌ばかり演奏しています。そういう歌じゃないのこれ。私の頭の中でもこの歌のメロディーが繰り返し鳴り響いています。夜更かしの歌、夜更かしの歌、私はもう本当にオードリーさんのオールナイトニッポン10周年を生でお祝いしたい気持ちでいっぱいです。今度こそ武道館ライブのチケット当選しますように。一時で落としてんじゃないよ、コウキさんを。あともうこれも関係者席作んなきゃダメ。コウキさんが見に来てんだからね。さか3人分作んなきゃダメだよ。ご家族の方で見に来てくれてんだから。まあ来るとしたら皆さんでいらしてくれるだろうかしね。石井ちゃんこれさ作んなきゃダメよ。関係者席さどうなってんのよ。これさ作った方がいい。坂上さんも怒ってるからね。作った方がいい。3つはね、最低で3つは、ね。3つね。以上でございます。はいはい。この中から一番いい回答を、春日が選びます。そうね。太蔵さんかな。ありがとうございます。おめでとうございます、うん。11月になってプレゼント変わりました。本格炒めチャーハン。切れてるサラダチキン、お弁当肉、唐揚げチキン、今川焼き、カスタードクリームの4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。来週もオードリーのオールナイトニッポン10周年の有名人のお祝いコメントを教えてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン真の係まで。日例の冷凍食品をお送りするので住所、名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。オード
リーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ防衛省以上各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送キーステーションに全国36局なお送り、エンディングですけど、へい、いやまあライブの話っすけど、うん、コントってさ、うん、あんま笑っちゃいけないのね最中に。ああ、なるへそ。なるへそって思うでしょ。ああ、なるへそと思うね。辛かった。しかもなんかその、笑える間がありそうだね、漫才よりね。そう。ずっとこうじゃないからさ。掛け合いでなんかこう待ってる時とか。見てて笑っちゃい。尾関くんとか高砂くんとかルシファーとか里水が仕掛けてくんのよ。本番。ああ、やっぱり稽古では やんなかったような。笑うの我慢して笑えないからさ。そうまた違うんだな。でなんかこれすごい偏見だけど、うんうん、スタジオとかロッケで、うん、コントの人ってあんまり笑わなくない？そんなことない？そんなことない？そんなことはない。あじゃあごめん、ちょっと本当に今のなしです。いやかなーと思ったんだけど、俺なんか素顔と漫才やってて もう面白くて相方がもう笑っちゃうのよ。そうだろうな。お前もでも笑っちゃうでしょ、俺のアドリブのツッコミとかで。もういい加減しよう。いやなんで怒られなきゃいけないのよ。笑っちゃうって言って。恥ずかしい。何が恥ずかしいの？恥ずかしい。あ、じゃあ毎週毎週オナニーの話は聞かせて。いやたまたまそうなっちゃっただけで。何週連続か稼ようかな。確かにな。ね、うん、磨く時と場所は変わってないけど。土曜の夜にその磨ってるって話しに来てんの。いやそんなことない。たまたま。クイさんへのなんか合図なの？なんか何の合図なの？磨いてるよって。それ何なの？受ける側も何なのそれ。いい加減しろよお前。いや出てけ。いやもうあと30秒ぐらいしたら出てくけど。じゃああと30秒なら出てく必要ないよ。必要ないよ。立ったら出てくから言われなくても、うん、でもまああれだな、うん、コントも面白いしね。まあまあそうでしょうな。今度はあの一緒に出てよ、やってほしい役あんのよ。ああそうですか。やってほしい役あって。何何どんな役？オナニーの象徴。なんで自分磨くやらなきゃいけないの。やだよそんな。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。やっぱり喋んなきゃいけないニュース、うん、デヴィ夫人テレビ直接謝罪が、うん、これで人気が出たら尺。どうでもいいよ。破局ネタで笑いを取る、うん、元婚約者に代打、うん、どうでもいいよそれも。ピートは先週。どうでもいいよだから。まあでも俺は、うん、出てるには全て正しいとは思ってないで見てる、ネットニュースはっきり言って。ただ今日の俺のニュース、うんうんうん、事実だね。あれはあれは事実。まあこんなこと言うと、まあ、うるせえよ気持ち悪いなお前って言われるかもしれないけど、うん、いい恋させてもらったね。うるせえな。気持ち悪いなおめえ。やっぱ言われるか。40のおじさんがよ。あれ若林さん見たことない、ね、ない。ダイエットってその体、まあ、痩せ直接痩せるわけじゃないって。飲んでたよ。はい。なんで神妙なんだよ。そこで言ったらどこに属してると思うわけ。ギリギリ肥満なんですけど。え、肥満ってことは太ってるでいいんだよね。いや いや肥満にあったら実際目にしたもの、そっからうるせえな受けたその感動。うるせえ毎週毎週。毎週毎週お前。お前にの話しかしてねえじゃねえかお前。おい山里、うん、おい満足かてめえこの野郎。山里
Thank you.